日はビ、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルク公フリードリヒ一世とその日で、アンハルト公、ヨアヒム・エルンストの娘であるジビルラの間の、長男として、メンペルガルトで生まれた。4歳の時、両親たちと一緒に、シュトゥットガルトに移った。1608年、父の死に伴い行為を継ぎ、翌1609年11月5日、ブランデンブルク選定公。 ヨアヒム・フリードリヒの娘、バルバラ・ゾフィアと結婚した。彼は、婚儀の場となる、ウラッファ城に、黄金の間を失えたが、これは現存する中では最も美しい、ドイツルネサンス様式の宴会場の一つである。ヨハン・フリードリヒとバルバラの夫婦は8人の子供に、恵まれた。ヨハン・フリードリヒは善良で平和志向の統治者だったが、ことあるごとに、 性格の弱さを露呈し、難問に対処できないことも頻繁にあった。それでも、ヨハンフリードリヒは、父が、封建身分を抑え込んで停止した、ビュルテンベルクの国宝を復活させ、父が廃止した、評議会を復活させた。また、父の知性に強権を振るった大臣マテウス・エンツリンを、横領と、金品合奪の罪で告発して、終身禁固にし、 エンツリンを屈辱させた後に、彼を反逆罪で告訴して、1613年に、ウラフ派の市場で処刑してしまった。一方、公爵化の財政問題に関しては見るべき成果は、ほとんど残せなかった。両方議会の無定権な議論に押されて、劣悪な貨幣鋳造などを行った結果、かえって財政は悪化した。ヨハンフリードリヒは、 父と同様に他の福音派の諸公たちとの連携を模索し続け、1608年にアウハウゼンに集まった諸公たちは30年戦争を目前に控えてプロテスタント同盟を結成した。1621年、ヨハンフリードリヒは同盟軍の一員としてプファルツ戦帝抗。 フリードリヒ5世の救援に赴いているが、同盟軍はその年のうちに崩壊した。ヨハンフリードリヒはそれでも同盟に忠誠を誓い続け、同盟軍の司令官バーデンドゥルラ派編強迫ゲオルク・フリードリヒと共に1622年4月26日のビンプフェンの戦いにも従軍し、ティリー白爵に敗れて、末帝のマグヌスを失った。中立協定が存在するにもかかわらず、 ビンプフェンで勝利したカトリック軍はこれを無視して、ビュルテンベルク広告の北西部で略奪を続け、その後何年も敵軍による略奪と選挙は続いた。1617年5月28日、ヨハンフリードリヒは、大勢の弟たちとの領土分割に関する協定を結んだ。すぐ下の弟、 ルートビヒ・フリードリヒは、ビュルテンベルク公国から完全に分離していない、モンベリアル伯領を獲得した。その下の弟、ユリウス・フリードリヒは、当時まだビュルテンベルクに組み込まれたばかりのブレンツと、バイルティンゲンの領主となった。前者の家系は1723年まで、後者の家系は1792年まで続くことになる。他の二人の弟、 フリードリヒ・アヒレスとマグヌスは、それぞれのイエンシュタットとノイエンビュルクを与えられたが、どちらも、見込んで死んだため、その領地は、ビュルテンベルクの本家に戻っている。妻、バルバラ・ゾフィアとの間に8人の子女を設けた。ありがとうございます。